これ、えーまあ、よくバブルの崩壊ということが言われるわけですがミンスキー・モーメントという概念を使ってですね考え方を使ってこのチャイナのバブル崩壊の考え方を整理してみたいと思いますでこの実はまだチャイナ経済においてはですね肝心のミンスキー・モーメントはまだ到来していないんですねで本当の苦しみはこれからだということになります でこのミンスキーさんというのはハイマン・ミンスキーさんという経済学者でありまして1919年生まれで96年にお亡くなりになっておりますがシカカゴ大大学学学学やハーバータ大学でで学で位を取得ししてアメリカの経済会活躍した方でありますで彼がですねその公共の時は借り入れによってですね個人も企業もどんどんその成長を加速するということでそこはいいんですがその後必ずバブルがこれが発生する。 そうすると必ず崩壊するというこれが一つのもうサイクルになっていると。で、金融というのはまあ、金融いわゆるレバレッジの利用、お金を借りてですね、投資するということは、これは成長を加速する企業も個人もですね、だから経済全体マクロ的にもそうです。しかし、一旦ですね、バブル経済が発生してですね、 資産価値が下がり始めますとですね、いや、上がった後にピークに至って下がり始めると、これが大変な苦しみをですね、社会全体に生んでいくと、それがデフレ不況にもなり、失業の増大にもつながるというですね、そういったまあメカニズムを解明した人ということが言えるわけであります。で、ねえー、まあ、当然でなりますけど、経済が好調の時にはですね、投資家はリスクを取って借り入れをどんどん増やす、資産を増やしていくと。 えしばらく問題ないですね、ある時点を過ぎると資産がバブル化し始めると、実態を離れて値段が上がると、それでも投資家は借り入れを増やして資産をなお拡大していく、ある時点で資産のバブルが崩壊する、日本では土地の価格が下がる、株の価格が下がる、そうなりますと巨額の借り入れが残ったまま、ですね資産価値が失われて、担保価値のあるものがなくて、そして借金だけが残る、債務だけがある、そうすると、債務を減らさなければいけないポイントがある。 これがミスキーモーメントなんですね。何が言いたいかと言いますと、バブルが崩壊しても経済崩壊しないんです。バブルが崩壊して株価がですね、下がり始めても、まだお金を銀行が貸してくれる。そのうちはまた持ってるんです。だけど、もういよいよ債務を、借金を減らさなければいけませんよとなった時点で、経済の本当の地獄の苦しみが始まるわけです。 要するに下がってしまった資産価値で今まで100億で買った土地をですね50億で30億で叩き売らなきゃいけない、えー、その分、ですねこので,でもその債務は減らないわけで残っていくわけですね会社は倒産する企業は企業は倒産するです、ね、そうしてもって失業者も出るそういうですねレバレッジでやったことの全く逆のですね、えー、動きがダイナミズムが始まってしまうと、えー、逆に、まあ、別の言い方をすればですね えー、その金融レバレッジの利用っていうのは本来5年10年かけてやる利益をですね経済を成長加速させることによって5年後10年後の経済まで先食いしてしまうわけですねそれでもって市場価格とですね調整が始まった時にですね過剰な期待感で物の値段が上がる土地が上がる株が上がるそのが限界に達した時にですね結局その生産をせざるを得なくなると借りられるうちはまだですねこの民主金モメントは来ません 要するに市、市場のバブルの崩壊と、本当の経済の崩壊との間に時間差があるんです。これはミスキーモーメントという考え方が面白いところで、実はチャイナはまだバブ,ルバブルの経済のピークは来た、土地の値段のピークは来た、そして株式の値段のピークは来た、上海総合指数は2015年の6月にピークをつけています。それかれは3割ぐらい下げました。ところが、まだ多くの企業は借金に借金を重ねて、経済を回してるんです。企業は潰れないで済んでるんです。 ミスキーモーメントに向かってはいるんですがまだ債務を減らしなさいという圧力が政府からも銀行からも勝ってないんですそしてもって裏の融資ですねシャドーバンキングなども通じてとにかく最後の段階になると借金をして借金を返す段階になりますもうそういう段階に来ておりますけどそれでもまだ債務減らしが必然になるとこまだ来ていないだからチャイナ経済の本当の苦しみが始まるのはこれからなんです 市場の値段がピークという意味ではバブル経済も崩壊してるんです不動産もそうですそして株式もそうですしかし経済の本当の苦しみが始まるのはこれからなんですね日本でも株式市場1989年の12月の株式市場ピークでしたしかし本当のこのミンスキーモーメントということでですね、えー、苦しいのがですね始まるのは94年ですね約5年ぐらいの差が えー、そこにはですね、えー、生じているわけなんですね株価の日経平均のピークは1989年12月3万8900円でしたそれから下がり始めるんです下がり始めるけど初めのうちはなんとか借りをです、ね、借金を借金で賄うということができるんですね94年の12月ぐらいになってもう借り入れがこれ以上できない仮想ももうこれ以上貸せませんさあ債務を減らしてくださいって言った時になる 94年、95年から日本の地獄の苦しみが始まったわけなんです。で、これを認識しておかないと、チャイナのバブル経済崩壊したと言ってるのに、まだそんなに、えー、チャイナで失業者が溢れてるわけでもないじゃないですかと、みんなそんな苦しんでないじゃないですかというのは、まさに我々は市場の価値のピークとミスキ金モーメントの間に今いるんですね、チャイナ経済。だからそれが目に見えてない。始まったらえらいことになります。 まあ、チャイナのミスキ義モーメントいつ来るかこれはまだ分かりませんけれども後で具体的な数字でお示ししたいと思いますけがハイマー・はいまあ、ミンスキーさんの理論です債務を増加させるこれは公共だから借金が増やすんじゃないんですねあの景気悪いからじゃないですよ公共であるそうしたら物を作ってもどんどん売れる工場であれば私が、えー、企業家であればですねじゃあ、銀行からお金を借りて新しい工場を作ろう土地を買おう設備投資をしようなおかつ物が売れるカメラが売れる自動車が売れる。 だり入れり入れによっていわゆる金融レバレッジですねこれを利用してどんどん金融を発展させるところがこれがバブルが発生します必ず市場というものは行き過ぎるもんちょうどいいところではとどまらないわけですね心理ゲームではありますから現実の適正価格というものと市場価格というのは常にずれがあるわけですねでこれがジョージ・ソロスなんかの言ってることですね現実の適正な合理的な価格と市場価格の間で常にずれが生じているとギャップが生じている要するに人間の認識ギャップですね それを極端な形になった時にそれを修正しようとする。で、バブルが発生する。バブルが発生するは必ず崩壊する。例えば土地の値段、わかりやすいのはどん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 マネーゲームで上がっていく。ある時点にもうこれ以上上がんない。非常識なレベルまで到達。そうすると下がり始める。今までお金を借りてもどんどん買ってもですね、その買った土地が50億で買った。僕も50億借金あるけど、それが100億になった。50億余裕があるわけですね。おまた150億借りよう。 また年を買おうそれがまたさらに値上がりした行ってるうちはこの金融レバレッジで私の資産はどんどん増えてる借り入れも増えてる債務も増えてるけども割の資産が増えてるからバランスが取れてるむしろ私の資産が大きくなってくるわけですよねところがそれが非常識な価格の上昇が崩壊になる崩壊になった時にさあ私が銀行から借りてる銀行からあなたは100億借りてるけど実際のあなたの持ってる土地の価格は今30億しかありません 債務を減らしてくださいといった時になって企業にとっては地獄が始まるわけですね。今まで30億でしかない土地を払ってもなお70億借金が残っちゃうわけです。企業は倒産する。そこでなお貸してくれればいいですよ。そこです貸せばはい、民主金モーメントは先に。 伸ばしができる。しかしそれによってもバブルの発生と崩壊は必然ですから、だとすればミンスキーモーメントは先に伸ばせば伸ばすほど傷が重くなっていくわけですね。債務を増公共で増加させていた時代からバブルが発生して崩壊して債務を削減しなきゃいけないこの瞬間がミンスキーモーメントと言われているわけであります。だから市場のピークとミンスキーモーメント債務削減の間には時間差、タイムラグがある。 いうことなんです。これが世の中の多くの人が、チャイナウォッチャーの人が、もう、不動産値段も下がってる。ないこっちは、まあ、上海、北京ではまたちょっと上がった。しかし、深圳でもちょっと上がったけど、田舎の街はまだ上がってるかもしれない。だいたいによってもう下がっちゃってる上海の値段の上、上海総合株価指数のピークはどう見ても2015年6月だった。それから一月で3分の1下がった。それからなんてもでも持ち出してる。経済そんなに悪くないじゃないかと言っておりますけれども。 実は我々はミンスキーモーメントに至るチャイナ経済が今途中にいるんですだからそれがまだ目に見えていない始まった時には巨大な債務があるほど悲惨なことが起きてきますしかしこれはまた市場経済の国ではありませんから中国共産党流の解決の仕方があるということなんですまた画面を変えて解説をいたします、えー、それではこのミンスキーモーメントについて、まあ、日本もバブル崩壊いたしましてミンスキーモーメントが来た アメリカもミンスキー,モーメントが来たことがありますアメリカはまあ住宅バブルだったわけですけどもねでこれでその両国でどういう経験をしたかということを総括してみたいんですけれども、えー、日本はですね、えー、これはあの、まあ、土地や株の,のバブルでございましたから、まあ、民間非金融部門、まあ、いわゆるその実業をやってる会社ですね銀行金融会社じゃないところの債務の再 GDP 比がどれぐらいだったかというと。 えー、バブル前1986年の12月とりますと175%ですね民間非金融部門の企業ですねの借金ですね、えー、どのくらい債務があったかということで対 GDP で175%これが、まあえー、まあまあですね、えーまあ、正常なですね、えー、日本の数字だったとで、えー、それがですね約このプラス50%民主金問題で94年の12月から本格的に景気が 景気があってからこの時からさえもベラシにしろということになります。実は株価はご存知、さっき申し上げましたが、1989年の12月から株価は下がっておりました。から不動産もばらつきあります。土地40ですから土地の値段もばらつきありますけど、だいたい91年の半ばぐらいからですね、土地の値段も頭打ちになって起こってきたということがありますが、それでも約3あの91年からだったら3年ぐらい、株価だったら5年ぐらいですね、差があって221%まで、 債務が増えて、さあ、こっから減らしなさいよってどうところで95年から本格的に地獄の経済になるんですよね。というのが日本です。あります。ですから、それから2004年、これは完全にバブル経済が終わっちゃった10年後ですけど、民主主義モーメントが。これは176%に債務の対 GDP が戻って、あとは大体安定した数字になっておりますから、このぐらいが日本の経済のノーマルな状況と言えるでしょう。 でアメリカのバブル崩壊これ住宅価格でしたから、えー、企業じゃなくて家計部門ですね家計部門の債務の対 GDP 比がどのくらいになったかとということを見てみたいと思いますでバブル前が74%です、ねえー、だったんですね2001年の12月の数字を取りましたからミンスキ金モーメントは2007年の12月に来てこ,れがこの時は98%だからほぼ100%。 それが、えー、これがバブルが崩壊して、えー、住宅バブルが崩壊した後安定してくるのは2013年の6月を取り、えー、取りますとですね、えー、81%でこれ以降だ,だいたい安定しております。えー、ということなんですね。で、アメリカでは、えー、住宅価格のピークは2006年の夏ぐらい、7月ぐらいでしたから、えー、まあ1年半ぐらいはミスキ金ーモーメントが来るまでにか、 住宅価格のピークから本当に債務減らしが来るまで1年半ぐらい時間があったこっちはまあ比較的早かったですね個人の住宅のあれですからねで,でもこれは戻ったということなんですそうするとじゃあチャイナ経済はどうなるかというお話をこの後にいたします、えー、それではチャイナバブルの水主金モーメントどうなるかこれももちろんわからないんですけども、えー、バブル発生以前が2008年12月とするとですね えこれはえ何を取ったかと言いますとこれも非あの民間非金融部門の対 GDP ですね日本のと同じです、えー、民間の非金融企業の対 GDP の債務、借金ですねで、2008年12月が117%だったんですで、上海株のピーク株式のピークは2015年6月ですからこれはまあ5000ポイントまでいったときが大体201%企業の、ね、借金が対 GDP に対して201%までいった。 しかし、ミンスキー問題ってまだ来てません、おそらく今、17年の今3月にお話をしているわけなんですが、それ確実に220%は超えてるでしょうね、もっといってるかもしれない、借金に借金を重ねて、なんとかですねこの債務減らし、債務底から債務減らしにいくところを先延ばしにしているということにあります。これはシャドーバンキンキグからですねさ,さまざまざな えー、想像を超えたですね、金融のやり方によってですね、西側、我々先進国のお指もつかないようなことがいっぱいあるわけですけれども。